よく来てくれたね。あいにくここは通せないんだ。兵器があっては前に進めぬ。ここは別の道を探すしかあるまいな。すぐに肩がつく。ああ、炎章殿、なんと美しい戦ぶり。長春内、その美に忠誠を誓いましょう。あれしますか。これまたお見事です。炎章殿、ゲロード長江殿、殿に信頼されたことでしょう。無理からぬことでよ。名族は名族でもあるぞ。祖も優しいものであるからな。今こそ南へ向けて進軍しましょう。伝令、伊東方面に向けて進軍する部隊を発見。嘘とは、こちらの兵頭を看破したか。炎章殿、このままでは兵糧が危険です。全くもってお見事です。炎章様、敵の姑息な策など人の数ではありませんが、造作ないことで。霊族の前、小細工など無意味なの。霊族の身の子たちよ、素晴らしいご活躍です。炎章殿、私もより鮮やかに戦を彩りましょう。お見事ですわ、炎章様。我が手を出さない。この戦、流れは我の手より進め。今こそ曹操の犯人を落とす時ぞ。その号令をお待ちしていました。さあ、美しき勝利を描きましょう。よし、行くぜ。今日の俺はいい予感しかない。ゲロード、無駄なあがき。今こそ格の違いを思い知らせてくれよ。お飲みより報告、敵カコートンらの部隊が到着とのことです。名族など猛徳の邪魔となるだけ。それにはここで死んでもらうぞ。炎章、名族は俊足でもあるぞ。そうか、なかなか戦場ではない。この名族の軍には通用せん。正直に攻めるな。許しませんわよ。敵が調子に乗ってるな。それでこそ暴れがいがあるってもんだぜ。攻められてばかりではいけません。私たちも敵を攻めて差し上げましょう。逆境を覆す、これぞ戦の美の極致。超信頼、見せますよ。他の奴と戦い始め、俺が行けばすぐに体を下すまでもない。
引き渡してやろう。その尊大な物言いもここまでよ。来るがいい曹操、格の違いを教えてやろう。曹操は我が意向の前に散った。勝ち時をあげよう。我が軍の勝利である。